皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。12月16日に公開を迎える映画ドクター・コドー診療所。ドラマ放送から16年ぶりにコドーの愛称で親しまれる主人公の医師後藤健介を演じる俳優の吉岡秀隆さん。報知新聞のインタビューに応じ、再登板への葛藤と作品愛を明かしていました。さらには、俳優歴48年目を迎えた今だからこそ感じている渥美清さんへの思いも語っていましたのでご紹介します。どこか超越した雰囲気を醸しながらも、何でも聞いてくださいね、と朗らかな笑顔を見せてくれる吉岡さん。不思議な魅力をさらりとまとう人です。吉岡さんにとって初の連続ドラマ主演作となったドクター・コドー診療所。もう続編は見られないのではと思われていましたが、約3年前、内々に続編の構想が持ち上がったのだそうです。吉岡さんにとって本作は北の国からの純のイメージを変えてくれた特別な作品でありながらも、やり尽くした思いもあり、どんなテーマを描けばいいのか僕には見えなくて、と初めは葛藤があったことを明かします。そんな吉岡さんに中江監督は吉岡さん行きつけの焼き鳥屋までやってきて、またやめてくれっていうぐらいの熱量だったと経緯を振り返ります。コドーを終わらせる。19年にわたったシリーズを完結させることで監督と思いは一致。今年6月に日本最西端の沖縄与那国島でクランクインを果たします。与那国ロケは島民の方もお帰りと迎えてくれて嬉しかったし、そこまでは全然平気でした。ただ東京に戻っての撮影前に監督からラストシーンあれでいいのかもう一度考察していますとメールが来て、そこから着地点が見えなくなっちゃったんです。ただ作品を終わらせるのではない。こうしてコドーの人生そのものと対峙した吉岡さんの中にも葛藤が膨らんでいったそうです。撮影前はこういう終わらせ方がいいんじゃないと一歩引いた制作サイド的な吉岡として言っていた部分もあったんです。いざ後藤健介を演じてひどいことを言ってしまったと反省の日々でした。メイクの時もいつも目をつぶって鏡に映る後藤先生の顔を見られなくて、手術シーンも手が震え、こんなに辛い現場は初めてだったかもしれません。それでも乗り越えられたのは仲間と19年紡いできた不器用な作品愛でした。共演の柴崎コウさんはじめ皆さんがいいんだよ、コドーはそれでいいと引き戻してくれて救われましたね。やっぱりみんなこの作品と役が好き。僕もコドーがとっても好き。上手な役者さん揃いですが器用にやろうとする人はいないんです。積み重ねて積み重ねてようやく今回もたどり着けた。ラストシーン含めてこれが精一杯だと思います。5歳でデビューして今年で俳優歴48年目。元から俳優に憧れがあったわけではなかったという吉岡さん。年の離れた姉2人に囲まれた甘えん坊で挨拶ぐらいできるようにと4歳で劇団若草入り、11歳からドラマ北の国からシリーズで主演田中邦衛さんの息子純役を公演。同時期に映画男はつらいよシリーズで渥美清さん演じる虎次郎の甥三男役で親しまれ、国民からその成長を見守られながら育ってきました。当時は学校にも運動会にも行けなくて、北の国からの雪の中の撮影中に何度帰りたいと思ったことか、寅さんでは神奈川にあった松竹の大船撮影所から帰る東海道線で算数の宿題をやっていると4人掛けの席で一緒になった酔っ払いのおじちゃんたちが教えてやりのって、当時の僕にとってはそういう大人たちが先生でしたね。
10代で数々の名作に出演しましたが、俳優を辞めないと自分が消えていっちゃう感じがあったと19歳で大学進学を決意した吉岡さん。芸能界引退も考えた時期に黒澤明監督の映画8月のラプソディに出演し、たまたま僕は役者だけど作品をみんなで一緒に作っていくうちの一人と改めて教えられた。この作品がなかったら続けていなかったと思うと振り返ります。そして今でも鮮明に覚えている渥美清さんの姿があるそうで、男はつらいよの撮影で僕と渥美さんの後ろ姿を引き絵で撮るシーンがあって、いつまでもカットがかからなくてパッと振り返ったらみんな撤収し始めていて、渥美さんがたくしょうがねえなって言いながらも、まあこれぐらいに思われた方が気楽でいいかって笑っていったのがすごくかっこよくて、なんだかずっと忘れられません。気がつけば白髪の似合う52歳、男はつらいよ初出演時に出会った渥美さんと同い年になりました。この年でコトーを演じて、渥美さん、つらかったろうな、なんて思いました。みんなが求めているのは、30歳のコトーだったりもする。トラさんも、元気なトラさんをみんな待っている。同じ役をやるって残酷なことかもしれないですね。役者としての枯れ方を考えることはあっても、スタンスは変わらないという吉岡さん。こういう役を演じたいとかは全くない。人間も自然の一部、自然に無理なくいけたらいいですね。流れに抗うことなく作品とともに人生を紡いでいく。穏やかな口調でユーモアたっぷりに巨匠や名優との思い出話を明かしてくれた吉岡さん。16歳から乗っているバイクが趣味だそうで、かつて黒沢監督の現場にバイクで行ったところ、バイクはやめて馬にしろと怒られたことがありますと貴重なエピソードにもこと欠けません。今でも撮影のない期間は北海道でツーリングを楽しんでいるそうで、男はつらいよで共演の倍賞千恵子さんのお宅にお邪魔し、ご飯をご馳走になっていますと笑顔で明かしてくれる吉岡さんなのでした。ここからはネットの声をご紹介します。年齢を重ねて偉大な先輩の姿に今の自分を重ねる。いつまでも追い越せないけど、いつの間にか別の大きな存在になっている。気がついたら吉岡秀隆さんは唯一無二の俳優さんになってましたね。ドクターコトー診療所は大好きな作品です。命の尊さや綺麗事だけじゃない現実を生きる勇気をもらったドラマです。吉岡さんのコトー先生をやる葛藤や責任が大きいからこそ、視聴者も心からの感動を前はもらっていた。今回の映画で最後とのことで寂しい気持ちもありますが、ありがとうございましたと伝えたいです。あの純が52歳なのかと驚きもあるが、考えてみれば北の国から男はつらいよドクターコトー診療所オールウェイズ三丁目の夕日、これほどまでの作品に出ている人がなぜまだ52歳なのかという驚きの方が大きい。日本映画史に残る俳優さんだと思います。渥美さんと吉岡さんの男はつらいよの後半作品での絡みは、芝居を忘れさせるほど本当の叔父と甥にしか見えなかった。トラさんの名台詞の数々はずっと忘れないです。渥美さんつらかったろうな、ほんとそう思います。本来は今期が遅れた中年男のはずが、シリーズの最後の方でのトラさんは60歳超えでしたからね。渥美さんはがっちりしたお顔から健康的に見えますが、実際はお体が弱かったそうですし、共演者も同じように年を取り、私の一番好きなマドンナ役の浅岡瑠璃子さんも最後の出演作では若々しく動いているつもりでも動作に機敏さが見えませんでした。でも未だに現役、それは素晴らしいと思います。
子役の時からずっと活躍されてる俳優さんはそんなにいないですよね。大好きな俳優さんです。三丁目の夕日は良かった。良い意味ですごいイケメンじゃないところがいいですね。庶民的でどこか寂しげで、演技はもちろんですが、吉岡さんの醸し出す雰囲気、とても柔らかいけど繊細で厳しくて、そんな雰囲気に重みを感じる。この映画も楽しみだし、酒のつまみになる話にも出るということで、それもとても楽しみ。あまりバラエティでは見かけない吉岡さん、どんな姿が見れるのか。2006年の最終回を見終わりましたが、少しだけ不穏な空気が漂っていて、映画につながるのかなとドキドキしました。武尊は夢を叶えてお医者さんになっていてほしいし、和田さんと美奈ちゃんは結婚して幸せになっていてほしいけど、この2点だけはお願いしますと祈るような気持ちです。何度見ても吉岡さんの演技はすごいと思います。患者さんに語りかける表情や声とか、シリアスなシーンを目だけで演技するところとか、これだけ時間が空いてもまた見られるのを嬉しく思います。純や蛍の成長、そして五郎さんの追う時とともに追いかけた感覚に似ていると感じます。前作の時は柴崎さんが島での長期ロケが辛いとあのような形になったと何かで読みましたが、また彼女の彩香さんを見られるのはいいですね。そんな柴崎さんも今は北海道に居を構えているのですから不思議なものです。吉岡さんも北海道でツーリングをしているとのこと。今年のシーズンは終わりましたが、また来年お待ちしております。今でも倍賞千恵子さんの家に行ってご飯をご馳走になるってどんな気分なのでしょうかね。見る側としては母親が住む実家に帰って食事をするだけのことで全く違和感はないですね。前田吟さんがいたらびっくりするだろうな。先日まで再放送されていて、当時から人気のあったドラマとは知っていましたが、初めて見ました。吉岡さんの演技に引き込まれ、1話があっという間に終わってしまうほどでした。52歳になられたとのことですが、唯一無二の方で、誰にも真似できない、芯のある俳優さんですね。久しぶりに足を運びたいなと思う映画になりました。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。